皆さんこんにちは。日本共産党の衆議院京都2区の予定候補者として発表されました千坂拓明です。コロナ危機の下でアルバイトがなくなって生活していくことができない、このままでは大学を辞めるしかない、助けてほしい、こういう声が次々と共産党に寄せられています。こんなことになってしまったのは、そもそも日本の大学の学費が高すぎるからです。私は京都の共産党の青年学生部長として、若い世代の皆さんの相談活動、高すぎる学費を引き下げる、そしてまともな奨学金を作る運動に取り組んできました。勉強する前にお金の算段をしなければいけない、借金と引き換えでないと勉強を続けることができない、先進国と言われている日本でこんなことが未だに続いているというのは異常というより他ありません。誰もがお金の心配なく学べる日本を作る、そのために皆さんと一緒に力を合わせていきたいと思います。みんなが力を合わせて一緒に声を上げれば政治を動かし変えることができます。新しい日本を一緒に作っていくためにあなたの力が必要です。ぜひ JCP サポーターにも参加して一緒に新しい政治を作る活動やっていきましょう。よろしくお願いします。